どうもロトグラフティーでーす。ニューアコースティックキャンプ2023、ロトグラフティー初参戦。ありがとうございます。アコースティックはビルボードの時は約2年ぶり、はい、まあでもその形ではやらないですよね。まあそうですね、だから初の試みですね、ロトグラフティーにとっても。はい、はい、きっちりゲネも入り、はい、どうですか調子の方は、ゆうちくん。いや、いい感じに仕上がってると思います。また新しい僕らを見てもらえると思います。なるほど、どうですかヒロシ君。キャンプが楽しみです。僕はキャンプ、はい、キャンファーやもんね、唯一ちっちゃいけどキャンファー、キャンファーなんですか。どうですかロベアさん、アコースティックキャンプ。いや、まあ、金色グラフィーやらないでしょ。はいはい、でダンスやらないでしょ。ディスワールドやらない。言ってやらないんですか。だってこれを楽しみに来てる人多いから。さっき言うと、さっき言うと、この3つはやらない。ダンス、金色、リスワール、リスワールはやらない、やらない。あ、パレルヤもやらないです、やらないですということで、日頃僕らがライブで、セットに必ず入っているこの4曲は、はい、やらないということで、はい、新たなラフでタフな、ロットグラフィティを、楽しみにしてください。アコースティックキャンプ初参戦ロットグラフィティ、ガッチリ行こうと思ってますんでね。はい、残り、あと8、多分廊下なんで、廊下です、はい、来ましたね。楽しみです。何卒皆さん、初めて見る方もおられると思うし、はい、そんなロットンもなんか初々しくて良いんじゃないですかね。と、はい、いうことで、アコースティックキャンプ2023よろしくお願いします。T シャツも可愛いよ。